三敵中お手の物、李万世とは俺のこと。魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功、漢中の馬超らも倒し北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める破蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。孟徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ？漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。トニー、なんで今ここで長老なんだ？漢中？なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば、益州の劉備への抑えにもなります。よし。迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか？漢中を攻める間に合皮を突かれたりしませんかね？それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫吾の軍を退けられよう。合皮の守備引き受けてくれるな？そう来ると思ってましたよ。合皮は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合皮防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫吾を退けてくれ。承知しました。長文へ神明を賭して合皮を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合皮へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。赤壁から長江周辺は孫権との間で土地をめぐる小競り合いが頻発してる。火がつくのは時間の問題だろうな。でこの状況だ。なんていうか嫌な感じだぜ。慶州は関羽殿によって抑えられている。孫吾が中言を伺うならばこの合皮を狙うのは必然であろうな。嫌な感じってのは敵に関してだけじゃない。利天殿、あんたが曹操殿や他の連中に信頼されているのは分かってるけどな、俺はおじきのことを忘れちゃいねえ。ずっ
と前から曹操殿のために戦って、そしてあんたら呂布軍に殺された俺のおじきのことをな。こんなの乱世の常だろ。ああ分かってるさ。呂布軍つってもあんたじゃねえかもしれない。殿にも水に流すって言ったよ俺。けどそう簡単に割り切れるもんじゃないぜ。学臣殿、過日の一番槍の剣を覚えておられるか。私は交渉ゆえ危険な役割を買って出たのだ。決して貴公の手柄を奪おうとしたわけではない。それをどうかご理解いただきたい。はい、分かっています。しかし私は脳のない人間。まっすぐ誰よりも先に敵陣へ飛び込む。ただそれでしか殿のお役に立てないのです。なんと貴公や利天殿は曹操殿を旗揚げより支えてきた、いわば後進であらせられよう。ゆえに殿は貴公らに全幅の信頼を寄せこの合皮を託されたはず。それを脳がないなどと。失礼、ぶしつけであった。許されよ。いえ、私は紹介にあたります。うちにわだかまりを抱いたままでは一丸となって孫悟に当たれぬ。この状況いかにすべきか。長領殿、殿は漢中に到着し長老軍とぶつかった模様です。なら孫悟もそろそろ動くだろうな。さっきから首の後ろがチリチリするぜ。申し上げます、五軍が合皮に向かって進軍中。ほら来た、予感的中だ。敵の数は？それが長江の大半は孫悟の旗で埋まっております。おそらくその数は10万ほどかと。なんと10万ってこっちの10倍どころじゃねえぞ。10万の敵から合皮城を守りきる。果たしてそのようなことができるでしょうか。長領殿はどのようにお考えでしょう。城によって戦えば孫悟は数を頼みに絶え間なく攻め続けてくるはず。そうなれば疲労はたまり兵糧は尽きる。必定我らは押し込まれて敗れよう。ならばここは打って出るべきだ。はい、私も長領殿の意見に賛成です。今対岸にある我が方の拠点は敵のただ中に取り残されています。これを救出するためにも打って出なければ。そうだな、あそこと合流できれば兵と兵糧も確保できる。冴えてるな学臣。ならば合皮城の守備は他の者らに任せ我らは出撃するとしよう。付近の城や呪春の味方を援助しつつ兵力を急合。その上で敵総大将孫権を狙う。学臣殿、利天殿、これでよろしいか。承知しました。ああ分かったよ。この状況じゃ恨みつらみを言ってる場合じゃないしな。かたじけない。いざ我ら武と心を重ね共にこの窮地を切り抜けん。これは孫権を討ち取る戦と心得よ。呪春より味方を押し上げ合皮に集結する。
合肥の防備を固めねばなりません。砦から物資を運んできてはくれませんか。父が蓄えていたものです。賊を討ち回収してくれたのですね。そうだ、これで松明を作りましょう。合肥には暗く危険な場所があります。そこに松明を置けば戦いやすくなるでしょう。影だな。さすがは利天殿、目を見張る戦ぶり。行くぞ。この目標我らの部で制す。我々義軍攻勢に転ずる機会を孫権の大老たちに孤立させるのだ。敵は何やら企てているならば、奇戦を制し策を潰すまで。へい、王君め、なんと間が悪い。迎撃せよ。高速部隊を守り抜くのだ。よし、今こそ攻め時だ。おのだもかかれ。突撃せよ。背を上げて攻めかかるのだ。高速部隊が一人も欠けておらぬとは感謝する。実に見事な戦ぶりを。では我らは小子橋の破壊へ向かう。この功績がなれば五分の退路を立てるはずだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。まあ俺のおかげだな。利天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。は蹴取られていたか。ならば仕方ない。一丁やるか。報告、五軍が向かってきています。何、敵の増援か。まさか俺たち挟まれてるのか。守りは我らが受け持て、決して何者にも抜かせはせぬぞ。しびれるぜ俺。最高だろ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、もうすぐ消止鏡が見えるな。おそらくあの橋が五軍の退路となろう。節帝様、我らも進軍を再開します。行くぞみんな。目指すは消止鏡だ。行くぞ。
つまらん工作をする輩、我らで一掃する。ゴール返す。突撃で入れるぜ俺。我らの真骨頂を発揮しましょう。最高だろう。ここ俺たちのものってことでいいんじゃね。先生様、投資橋に取り付きました。橋の破壊工作を開始します。あ、これのおかげだな。さすがは利天堂、目を見張る戦ぶり。兵団の用地徹底的に潰しましょうぞ。この砦の兵糧は義軍の命綱、我が身に変えても守り抜く。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついてみれるぜ俺。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。あらよ。敵の痛いところについておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ほらよ。ほらよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。あらよ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。今は引かせてもらう。次に俺と会う時は刮目せよ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。おのどもかかれ。せやいぞ俺。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。おのどもかかれ。Yeah!
かのやりよるの。うちの甲では押し切れんわい。よし、無事に防衛できたな。これでガッピに補給部隊を送ることができる。敵将、討ち取った。まあ、俺のおかげだな。ひとまずあの辺りを抑えるだろう。おのども、やかれ。あらよ。俺たちであそこを落とす。野郎ども。気合い入れてくぜ。ソンゴの勇士たちよ、行くぞ。ガッピの血を制し、蔵儀を押し返すのだ。ソンゴの君、なんという気迫か。いや、飲まれてはならん。迎撃の準備を。狙うはあの地だ。行くぞ。俺たちの策に邪魔な見張りがいるか。俺は早々に潰してしまうしかあるまい。おお、みんな構えろ。ゴーグルの襲撃だ。敵の痛いところをついて。狙うはあの地だ。行くぞ。絶対。あれよ。さあ、今こそ奇声を上げろ。全力で敵に突っ込むのだ。あれよ。敵の痛いところをついて。狙うはあの地だ。行くぞ。あれよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。超高火眼の守りは厚い。東からの奇襲は断念するしかなさそうだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。まあ、俺のおかげだな。リテン殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。
味方の援軍来着までに地ならしを終えねば。用地となる砦を確保するぞ。行くぞ、リクソン。俺たちは北側から魏軍に奇襲をかける。ええ、わかりました。この策、情勢殿の下準備の賜物ですね。報告、魏軍が北側から進軍中。よかった、明かりを確保して正解でしたね。明かりを灯し警戒していたと。この戦、魏軍も盤石の体制のようですね。報告、山岳砦からの補給部隊到着しました。よし、これで兵糧は問題ないはずだ。行くぞ。背中は気にせず眼前の敵を撃つ。僕らでいいとこ見せないとな。奮い立て、お次開始。来るって分かってたぜ俺。敵を追い返す。兵器部隊攻撃準備。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。進軍停止。我らはここに留まり、守りの陣を敷くぞ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ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 。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。これ以上やけどする前に引くぞ。敵将討ち取った。リテン殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。次にお会いしたときはこうはいきませんよ。さすがはリテン殿、目を見張る戦ぶり。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。反撃行、ろくに残る勝負を処方する。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。
俺たちであそこを落とす。ロドモ、気合い入れてくぜ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取った。リテン殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取った。さすがはリテン殿、目を見張る戦ぶり。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。あらよ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。よし、用地となる拠点は確保した。これで援軍を迎える準備は整ったな。ああ、来ました。来てくれました、味方増援部隊。いえ、増援軍団です。義の援軍多数到来。このままでは本陣が包囲されます。何、ここから押し返すというのか。恐るべきは義の将らの闘志。このまま戦えば窮するのは我らか。今は合肥攻略を断念する。皆兵を引くぞ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。俺たちであそこを落とす。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。しびれるぜ俺。最高だろ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。よし、直ちに守備配置につけ。来る戦闘に備えるのだ。総司教が敵により壊されています。これでは対岸へ渡れません。敵は周到なものだな。やむを得ん、迂回して別の道を探すぞ。
よし、正式用の破壊鉱石が功を奏したな。孫権が逃げ切る前に撃つ。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ少し見ましょうか。どうさて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ少し見ましょうか。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ、どうしましょうか。奮闘に感謝いたす。敵将を討ち取った。さすがは利天殿、目を見張る戦ぶり。五軍が引いていく。私たちは合肥城を守りきることができたようです。十万の軍勢なんて意外と大したことなかったな。ってのはさすがに冗談だ。とにかく終わったぜ。合肥を守った上に孫悟の軍に大打撃を与えた。これで当分奴らも攻めてきやしないだろう。利天殿の勘がそう言うのであれば何よりも信頼できよう。長領、学信殿、利天殿、貴公らのおかげでこの戦力差を覆すことができた。わだかまりを捨て共に戦っていただけたこと心より感謝する。こちらこそ恐縮です。まあ実際戦ってみれば俺たち結構いい取り合わせだったんだよな。そうか、曹操殿はそれを感づいてた。とにかく俺たちならこれからも呉を打ち破っていけそうだ。うん、学信殿、利天殿、改めてよろしくお願いする。おや、あれは呉の大軍勢が攻め込んできたと聞き援軍を率いて駆けつけたのだな。まさかもう戦が終わっているなんて。おお、早急殿、かたじけない。孫悟の軍勢は学信殿と利天殿の尽力により迎撃が叶いました。いえ、長領殿の先導と活躍あってこそ一丸となって戦うことができたのです。そうそう、長領は怖いくらいだったな。孫悟の連中なんかすっかり怯えて長領が来たって叫ぶだけで逃げ惑ってた。なんと、さぞ激しい戦だったのだろう。皆、
ご苦労だった。どうかしばし休んでもらいたい。その間ガッピの守備は俺が引き受ける。お気遣いいただき恐縮です。ではお言葉に甘えさせていただきます。そうだリテン殿、殿からの伝言です。ガッピが落ち着いたら城に顔を出してほしいと。リテン殿、一体どのような要件なのでしょう。ああ、なんとなく予想はつくな。リテン殿が戻られるまでガッピは我らが死守する。道中気をつけられよ。ああ頼む、パッと言ってさっと帰ってくる。それが俺だぜ。リテンは過去の因縁を捨てて奮戦、仲間と共に死力を尽くしガッピを守りきった。戦後彼は長領ガクシンと戦勝の喜びを分かち合う。そんな中曹操がリテンを巨匠へ呼び出す。彼には何を言われるかが分かっていた。そしてその勘はやはり的中する。殿、リン万世参上しましたよ。うん、ガッピの戦後処理が忙しい中よく来てくれた。リテンよ、今日呼び出したのは他でもない、人民の統治をする気がないかと聞きたくてな。それって俺に第一線を離れろってことですよね。非常な命に感じるか。だがその感があれば民の心情を汲み取ることも易い。お主の適性を見て判断したまでよ。それに今のお主の状態からしても悪い話ではなかろう。やはり気づいていらしたんですね。うん、俺最近自分に嫌な予感しかしないんです。多分この先また戦場に出てもどこかで大穴を開けてしまいそうで。ここで殿の言う通りにした方がいいって勘は言ってますけど、それ以上に仲間たちとまだ戦場に出ていたい。その思いが驚くほど強いんです。またうまく説明できてないですけど。リテンよ、よくぞ申した。ならばお主の望むままに行くがいい。なんて言ったらいいか、俺あなたの旗揚げから信じてついてきて幸せでした。